どうも、飯田里穂ダイムのお時間でございます。はい、今回はそんな家族の話をこう主役にお話ししたいと思います。家族構成的には姉です。3歳下の妹がいて、姉妹ですね。で、父と母がいるって感じなんですけど、妹はね、飯田家の中で一番強い妹だけど、妹の言うことは絶対本当にすごくて、なんとなく私がなんか背もね、ちっちゃいし丸顔だし、なんかこういう感じがもう一人いるのかなって思われがちなんですけど、真逆ですね。もう背は高いわ、前髪はこうワンレンで、ワンレンっていうこの前髪ないし、髪も長いし、私がスカートを履くタイプだとしたら、妹はスキニーパンツを履いてるようなタイプで、すごいサバサバしてて、私は結構細かいことにこだわったりとかなんかするタイプなんですけど、ポイントとか一回一回カードごとで書いて集めたりとか、そういうのが好きなタイプなんですけど、妹は割とこうなんかババーバンっていう、こうなんか妹を全部擬音で表しそう割とこうなんかバババンって感じの妹で、あのポイントとかも気にしないし、男勝りというかな感じの妹ですね。なので、うちんちは割と妹が絶対なところがあります。この間妹が多分なんかちょっと結構溜まってた時だったんでしょうね。愚痴を、妹の愚痴というか、まあなんか言い分をずっと聞いてたら、2時間ぐらい妹が永遠に喋ってて、私はうんうんってうなずきしかしなかったんですけど、その2時間ね、妹一回も噛まなかった。すごいなって思った。2時間言い分わー言うの噛まないんですよ。なんて饒舌なんだって思って、いやーさすがうちの妹だなって思った印象がありますね。うちのお父さんはどっちかっていうと、あのもごもご系男子というかなんかもごもごしてるのであんまり何言ってるかもよくわからないでもとってもキュートなんですよ。だけどこだわりとかはすごい持ってて、割と父漫画とかそのアニメとか音楽とか そういうカルチャーが好きな父なので、ジョジョとかもアニメ全部見てるし、なんか最近のジョジョ見たかとか、いろいろそういうのが普段の会話にあったりとか、21世紀少年の漫画があるじゃないですか。すごいスペシャルボックスみたいなのを父買って、銀色のカンカンに入ってる、こんな何十巻も入ってるやつを一気に買ったことがあって、なのであの CD とかもすごい集めて、でレコード聴く機会がないけどレコードを買ってる父で、それを保存用と聴く用でこう2枚買ったりとかで、一個一個が全部袋に入っててとか、だから父の部屋は本当にあのお店とかバーとかが開けるくらいレコードと CD がもう大量にある。本当にもう見に来たら絶対びっくりするくらいあって、もともとライブハウスとかそのライブ会場とかが好きで、で私もねさ、このアーティストやってる中で歌ライブ会場でいろんなところするじゃないですか。でお父さんすぐに今度はどこでやるんだとかで聞いてきてくれて、どこどこだよっつったら、まずあそこの音は低音が響くからとか、そういうところから入ってくるんですよお父さんが。で、あそうなんだねって言って、で今度音を聞きに行くからなって言って、私のアーティストのパフォーマンスじゃなくてその会場の音を聞きに来るんですよ私の父親で。この間父親見に来た時に、私はどこにいるか分かんなかったけど、この会見に行くぞって聞いてて、分かったって言って、でみんなこんにちはって出てったら、私のライブ女性エリアが一応あるんですけど、私の父女性エリアのところに立っててなんでそこにいるのと思って、もう一番いい位置を多分自分の中で確保したんでしょうね。あのライブ会場もそんなに広くないライブハウスなんで、私がもう一番の笑顔とかをするんですけど、そんでこうやって見上げていくと絶対父がそこにいるわけですよ。もうね、歌どころじゃないみたいなことがあって、いや本当にあの終わった後にお父さんには突っ込みましたけど、女性エリアで顔見上げてったら父が、ま、真剣な眼差しで見てるからっていうことがあるような父親で、アクティブな方ではないけど
すごくこう信念とこだわりを持ってるタイプの父親ですね。でそれに反するように母はもうバーみたいな感じでまた擬音になっちゃうんですけどあの本当に行動派でもういろんなとこ出かけるし、海外旅行とかもついこの間自分で貯めたお金でニューヨークに行ってくるっつってママ友とニューヨークお父さん置いていくみたいな、そういう感じのアクティブな母親で、そうですね、基本的にはハットをかぶってるタイプの母ですね。年齢はただの記号よって言って漫才作家と同じことを言ってる母親でしたね。そうそう、かっこいいなと思って。外食はあんまりしない家庭で、ちっちゃい頃からあのどんなに外にお出かけとかしても夜は母がご飯をなんとなくこう作ってくれるみたいな、そういう感じで育ってきました。とっても賑やかで愉快な、でも各々がみんな違う方向を見ているけれども、あの4人で集まるとすごく楽しい愉快ないいだけですね。いかがでしたでしょうか。いやでもなんかいつかその父のお部屋のコレクションみたいなのは一回どっかでちゃんと話を聞きたいなとは思ってますね。なんかもっともっといいだけのことを知ってもらうなんかができたらいいなと思います。楽しみにしててください。